ロレインはアメリカ海軍の紹介フリゲート、タコマ級フリゲートの一隻。艦名はオハイオ州ロレインにちなむ。ロレインは当初ロアノークの艦名で奉還として分類されたが、海寺委任契約のもと1943年10月25日に PF-93 としてオハイオ州ロレインのアメリカンシップビルディング社で寄港した。 1944年2月7日にロレインと改名され、1944年3月18日にフレッド・ヘンガーソン夫人によって命名、浸水。1945年1月15日にメリーランド州ボルチモアで艦長ジェームズ・ジー・ラムジー・ジュニア沿岸警備隊少佐の指揮下収益した。ロレインは1945年1月28日にボルチモアを出港し、 バージニア州、ノーホーク及びバミューダに向かい成長を及び訓練を行う。メイン州、カスコアンで引き続いての訓練の後、4月11日にニューファンドランドのアージェンティア海軍基地に向かい、その夏は気象観測任務に従事する。アージェンティア沖及び後にはアイスランドのレイキャビク沖で作戦活動に従事し、北、大西洋におけるその活動範囲はグリーンランドから アゾレス諸島北部まで及んだ。ロレインは重要な気象データを記録し続けた。ロレインは9月14日にボストンへ帰還した。10月後半までニューイングランド沖で気象観測を継続し、その後12月2日にカリブ海での任務に向かう。ロレインは護衛艦として1946年初めにブラジルのレシフェに向かい、 アミューダ沖東方での2度の気象観測を行った後、3月7日に、ボストンに、帰還、14日に、同地で退役した。ドレインは1947年3月26日に、フランス海軍に売却され、同日ルパレスの官名で収益する。その1年後、ルパレスは武装解除され、北、大西洋で気象観測艦としての任務に従事したが、 1950年9月16日に第二次世界大戦中に付設された機雷に接触し沈没した。ありがとうございます。